はい、じゃあ今からカットします。で、咳が出ないので意識すると直されてるしさ。そうなんですね、出ちゃいけない時に出るんでね。おーさ、困るさね。で、咳を止めようなんて直されてるしさ嫌だけどしょうがない、ね。でも今日おかげさまで少しは銀さんね、咳も出ないし、はい、うん、よかった感じするんだけど、いやー、抗生物質飲んでさっくて歯が痛くなるから別に咳が出なかったね、うん、っていうふうに、あ、それとね、今同級生の娘が今結構来てるんですよ、ちょっと調子悪いんだね、うんうん、で、動きで決めてるんだけど、すいませんけど、かわいそう。安田さん、うん、お知らせですね。寒い知らせです。そうさ、寒いね。弱っちゃうね。4月になったらもうバッグを買いようと思ってたのにさ、はい、寒くてそのままもうこもこもって。そうだよね。まだ真冬の支度だね。うん、なんか暖かいけど、そうだよ。ね、うん、困っちゃうんですよ。来週の中旬ぐらいからいくらか上がってくるって言ってたね。そうですか。もうね、楽式だもんね。ねえ、あ、そうだよね。気温が上がってなくちゃね。うん、あんまり寒いんで桜はどうしようか考えてるの。そうですね足踏みしてます、ね、足踏みしてるよね、はい。今小町温泉 登ってくって前の河津桜が咲いてますか、うん、桜はね、うん、寒いしかない、早いからね、うん、あ、そう。